『風の谷のナウシカ』の誕生秘は今や誰もが知る名作の『風の谷のナウシカ』ですが意外なことに公開前はあまり期待されていませんでした今でこそ巨匠と呼ばれ大ヒット作を連発している宮崎駿監督も当時はルパン三世カリオストロの城が興行的に大失敗しておりもう宮崎駿には映画を作らせるなと映画会社から半ば見放されていたからですそのため 宮崎監督は1979年から82年頃までアニメの仕事を完全に干されることになってしまいました後にこの時期の心境を「俺に映画を作らせろ俺はこんなに映画を作りたいんだ」と思っているのにどこからも依頼は来ないし出す企画出す企画ことごとく断られていましたあの3年間そういうことがずっと続いて本当につらかった」と語っています そんな時に救いの手を差し伸べたのが後にスタジオジブリの社長となる鈴木敏夫さんでした鈴木さんは宮崎監督と協力しいくつかの企画を作って映画会社に持ち込みましたが「原作付きじゃないから売れないよ」とあっさりボツにされてしまいます頭にきた2人は「じゃあ先に原作を書いてしまおう」と決意こうしてて月刊アニメージュ市場にて ナウシカの漫画連載がスタートすることになりましたその後漫画版ナウシカは着実に人気を集めついに劇場映画化決定ようやく念願の映画が制作できることになったのですすると宮崎監督から一つの条件が出されました高畑勲にプロデューサーをやってもらいたい高畑さんは東映動画時代から宮崎監督とともにアニメを作り続けてきた名優です アルプスの少女ハイジや母を訪ねて三千里などで一緒に仕事をした後はホタルの墓を作って隣のトトロと一緒に上映するなど長年にわたって宮崎監督と苦楽を共にしてきた大事な仲間なので高畑さんにプロデューサーをやってほしいと聞いた鈴木さんはなるほどそれはいいと考えすぐに高畑さんのもとを訪ねましたところが 鈴木さんが高畑さんにそのことを伝えると僕はプロデューサーに向いていないからという理由で断られてしまいますその後粘り強く1ヶ月以上も毎日説得を続けたもののなかなか OK してくれませんとうとう諦めて宮崎さん他の人にプロデューサーをやってもらえませんかと相談しましたすると宮崎監督はしばらく黙ったままうつむきやがて鈴木さん お酒を飲みに行こうと言い出したのです飲み屋に入ったら宮崎監督はいきなり日本酒をガブ飲みし始めます今までそんな姿を見たことがなかった鈴木さんはびっくり驚く鈴木さんに構わず一人で酒を飲みまくる宮崎監督ちなみに鈴木さんはお酒を飲めませんやがて酔っ払った宮崎監督はついに泣き出してしまいました泣きながら「俺は15年間。 高畑勲に自分の全青春を捧げてきたそれなのにと胸の内を訴えたそうです鈴木さんはかける言葉もなく黙って監督の訴えを聞き続けるしかありませんでしたそして宮崎監督がどのような思いでプロデューサーを依頼したのかを知った鈴木さんは飲み屋を出るとその足で高畑さんの家まで押しかけ「高畑さんやっぱりプロデューサーをやってください」と再度お願いしたのです それでもいやこの前話したように僕には向いてないからと断ろうとする高畑さん「やってくれ」「やらない」の押し問,問答の末ついに鈴木さんがぶち切れました宮崎さんがやってほしいと言っているんですよ宮崎さんは高畑さんの大事な友達でしょう友達がこんなに困っているのにあなたは力を貸さないんですかそのあまりの剣幕にビビった高畑さんはとうとう「分かりました」 やりますと承諾こうして1983年4月にようやく風の谷のナウシカの制作がスタートすることになったのです後のインタビューで鈴木さんは僕が高畑さんに向かって怒鳴ったのは生涯でただ一度だけ高畑さんもあんまり人に怒鳴られたことはないんでしょこれがこうを奏してプロデューサーをやってくれることになったんですと語っていましたしかしその後も問題は山積みでした まず第一にどこのアニメスタジオで作るのかという点です今ならそんなのジブリに決まってるじゃんと思うでしょうが